南口松戸新殿駅は、千葉県松戸市松戸新田にある、新京成電鉄新京成線の駅である。駅番号は、SL03。駅ホーム相対式ホーム2面2線を有する地上駅。開業以来、駅舎は1番線ホーム側のみに設置されていたが、2007年12月1日に2番線ホームに、直結する新駅舎が完成し、共用を開始した。 なお、1.2番線ホーム間は、湖泉橋で連絡している。車椅子の乗車指定位置のみホームが傘上げされている。改札口付近には、県名書が台と称する読み取りカメラ付きインターホンが4台設置され、乗り越し生産や旅客と係員の通話に使用されている。その他、通常のインターホンは、ホームなど20台設置されている。 無人運用に対応した構造の駅であるため、校内のほぼ全域に防犯カメラが13台設置されている。2020年度の1日平均乗降人員は5353人であり、神経性船内では第22位。近年の1日平均乗車人員推移は、下表の通り。松戸運動公園専修大学松戸中学校、高等学校江戸時代、 江戸川沿いから始まった新田開発にちなんだ駅名であるが、水田の面影はなく、市街地、住宅地が広がる。隣の緑台駅は直線距離にして600メートル、上、本郷駅は700メートルしか離れておらず、当駅のホームから緑台駅の駅舎を確認することができる。駅南側には、千葉県道281号松戸鎌ヶ谷線が走る。ありがとうございます。